はいどうも、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、アテムです。さあ本日なんですが、診断の黒魔女ディアベルスターによってめちゃくちゃ強化されたデッキブラックマジシャン、こちらをね、ご紹介していきたいというふうに思います。ブラックマジシャンデッキはですね、ディアベルスターのとめちゃくちゃ相性がいい部分が結構いっぱいあるんですよ。でね、ブラックマジシャンってそもそもやっぱり妨害がそんなにやっぱ用意できなくて、まあ、やっぱどうしたってファンデッキの要素があると思うんですよね。まあ言うて用意できるのは本当ブラックマジシャンで、あの黒の魔導陣起動させて除外するぐらいじゃないですか。まあやっぱどうしたってそういう感じになるんだよね、ファンデッキだから。で結局そのランクマとかで勝てる構築、まあ、今回もガチ構築なんですよ、今回完全にそのランクマを想定します、ランクマ DC とかを想定してるんですけど、勝てるためにはやっぱ妨害をちょっと増やさないといけないし、手数も増やす必要があるんですね。だからもうほんとロット召喚で止められたら何もいきませんみたいな、あの組み方では本当お話なんなくて、でディアベルスターがね、まず手数になるんだよね。やっぱその簡単に特殊召喚できて、しかもこれ妨害用意できるから、財宝マジックトラップカードって妨害になるカードいっぱいあってさ、まずやっぱその何でも効果を無効にできるシルビアっていうカードね、コストにしてディアベルスターをと、これルシエラ、これがねブラックマジシャンとすごい相性よくて、なんでかというと自分のフィールドのレベル7以上の魔法を使いつくモンスター1体対象にとって、そいつが他のモンスターの効果を受けなくし、次のターンのスタンバイフェーズに墓地を送られるんだけど、相手フィールドのモンスターの打点が、まあ、ブラックマジシャンとかディアベルスターってこうレベル7以上の魔法使いつくんだけど2500からダウンするんだよ。でこの効果で攻撃がゼロになったらそのモンスター破壊できるということで、相手のね2500以上のモンスターを破壊できるんです。しかも速攻魔法で、しかもなんか2体とか3体いても全部破壊できるから、これねルシエラがディアベルスター対象にとってもいいし、ブラックマジシャンでもいいんだよ。だから例えば、魔導陣でブラックマジシャンで1枚除外しました、でまだモンスター出てきました、そこでルシエラっていうと相手のカードを1枚除外してさらに破壊もできるという感じになるんですね。で他のモンスターの効果も受けなくなるということで、これめちゃくちゃ強いです、ルシエラが。だから まずディアベルスターとはめちゃくちゃ相性が良くて、でしかもさ、ブラックマジシャンって永続魔法めっちゃ置くじゃん、サルベーションとか魔導陣とか、まあその魂とかこういう系の永続魔法、あと今回、まあ、ピーセットも入ってるんだけど、この辺の永続魔法を結構いっぱい置くので、そうするとディアベルスターのコストも確保しやすいんですよね。あの蘇生コストもそうだし、自分の特殊とかするコストもそうだしね。なのでまあそういう意味でディアベルスターとめちゃくちゃ相性がいいのと、あとはやっぱりそのピーセット、結局やっぱりその継続的にアドを稼いでくれつつ、相手の妨害もしてくれつつ打点にもなるってことで、ビーセットはめちゃくちゃ相性がいいんだよね。あとあのモンスターとして特殊召喚できるから普通にアナコンダ行って、まあ、今回アナコンダミラジェードギミックも入ってるんですけど、この辺も、まあ、あの普通に強いということで、このギミックは入れました、さすがに。でね、削ったギミック結構いっぱいあって、まあ、例えば、関連カード出てくるかな、まあ、融合とか儀式するやつ、まず ねこの辺削った、これ黒魔術の引きとか、まあ一応ね、ブラックマジシャンと融合していろんなモンスター乗せるんだけど、結局さ、まあ、融合するも B セットでビートしてた方がまだいいかなっていうのと、まあ、もちろんね竜騎士ブラックマジシャンとか出るんだけど、入れればやっぱこれだけ引いても何にもならないから、やっぱどうしてもねその引いて強いカードって B セットとかディアベルスターなんだよね、コンボだから、ブラックマジシャンは。だからまあこういうねそのコンボ系のパーツっていうのはね、なるべく極力削りました。はい、まあ、一応そのあるとしてれば魔導陣と魂とブラックマジシャンのこの三角形ぐらい、その他のカードはもうほぼ抜いてます。なんかそのローマン系のカード、例えばなんかその指定の絆とか、これめっちゃ強いんだけどね。あと、まあ、サウザンナイフとかさ、それからなんだブラックマジックとか、この辺も、まあ、入れたいよ、気持ち的には入れたいんだけど、やっぱこれだけ引いても意味ないから、まあ、これもそうだね、これだけ引いてもやっぱちょっとどうしたって意味ないから、なので基本的にこの辺のカードは、ピンで引いた時の弱さを、まあ、ちょっと評価してもう全部抜いて、でこの辺のパワーカードを入れました。はい、ね、だいぶ強くはなったね。結構このデッキ回してみたけど、割と普通に環境でも、あの環境的相手でも割とまあ先行取ったりとかすれば普通に勝てるし、まあ、ここでも B セットかませられれば結構勝てたので、なんで、まあ、今まで僕が作ってきたブラックマジャンデッキの中では多分一番強いと思う。強さで言うとね、ロマンはちょっと減ってるかもしれないけど、強さではかなり強いと思うんで、まあ、ブラックマジシャンが好きだけど、やっぱランクまで勝ちたいという人は、ぜひちょっと参考にしていただけると嬉しいなと、はい、いうふうに思います。早速ね、この父がでかい女使っていきましょう。デュエル、スタンバイ。さて、皆さんにガチブラマジデッキをね、お見舞いしていきたいと、思っておりまして、増殖する G、打たれました。
止まりましょう止まりましょう、ディアベルスター持ってきまして、増殖する G 打たれた場合なんですけども、まあ、ブラックマシャーで結構ですね、あのコンボパーツ揃ってればなんですけども、まあ、増G 止まれる位置をギリギリ、デッキとなってまして、一応増G に屈しないということはできますね。はい。で、イリュージョンオブカオスを、の効果を使ってブラックマシャン系のモンスターを持ってくることができるので、まあ、これで、まあ、どうしようかなってこれ、現場では思ってました。なんか増殖する銃撃たれてるけど、なんかイリュージョンオブカオスでなんかソウルズ持ってきてブラックマシャン出しておきたいなみたいなね、ここで取った私の選択肢、第3の選択肢、ブラックマシャンを直接持ってくる、これですこれ持ってきて、で、まあ、結構手札は全部強かったので、イリュージョンオブカオスを戻すと、返すと。で、マグナムートを持ってきながら、1枚ドローはさすがに、ちょっとさせてもいいかなと。で、ブラックマジシャンを墓地の送りながら、デュアベルスター、クロマチョデュアベルスター、これブラックマジシャンとほぼステッツと同じだよね。実質ブラックマジシャンみたいなもん。で、これで、セットするカードなんだけど、基本的には相手のターンで、デュアベルスターの墓地の送る動きが強いんで、だシルギアを基本的には置いた方がいい。ちなみに、ルシエラもね、ブラックマジシャン、を対象にとって相手のカードを破壊できるっていうね、あのレベル7以下 あの魔法使い付くモンスターを対象にみたいなこと書いてあるんですよ。これブラックマーシャンでもいいんですよね。なので、ルシエラはあの強烈なブラックマーシャンとの相性の良さがあります。まあ、ただね、シルビアはさすがにあのディアベルスターをくれて、しかも効果無効があるんで、ブラックマーシャンで効果無効ないんですよ基本的に。これハービーハリボーフと言われたら本当全部あの破壊されるんですけども、これをね、あの無力化することができるということで、はい、ということで、こうディアベルスターを墓地に送りながら、スネークアイエクセルを対象にとって、そいつの効果を永続的に無効にすると。で、ね、ここでね、ちょっとね、プレミしたんだけど、確か。なんかね、マグラムートこれ使っといたらよかったわ、これ。マグラムート使っといて、ほんで、あの出して効果発動してから、そいつをコストにディアベルスター蘇生すればよかったんだけど、ちょっとね、これミスりましたね、完全に。はい。これはね、ミスりました。まあちょっと、ここで出しても結局墓地を送ったら効果発動できなくなっちゃうからさ。なんで、まあ、しょうがないからバルドレイク墓地送って、一応、ディアベルスターの、効果を起動していくというところですね。はい。で、クロマチョディアベルスターの召喚ムービーがあまりにもエッチすぎると話題になっています、今、マスターデュエル界隈では。で、ルシエラ。これ、ルシエラは本当ブラックマジシャンを対象にとってもいいから。ブラックマジシャン2500ですね。2500以下のモンスター全部破壊できるみたいな。相手の、フィールド上の。で、現在のスネークアイの効果発動されまして、リクルートが入りますと。で、出てきました。まあ多分これポップルスかなんか出てくるのかな。あ、違う、オークか。で、オーク特殊召喚で、オーク効果、除外ゾーンの、あ、違う違う、墓地の、モンスター蘇生すると。まあ、この辺のね、効果はまあ別に。もう、スネークアイ炎属性だからさ、ビーステッド全然効かないんだよね。これがうざい。で、2体で、フランベルジュ出てきたんで、フランベルジュだけは本当にどうしようも、どうしようもないから、もう除外するしかないよねっていう話。いけ、ブラックマジシャン、黒の魔導陣の効果、フランベージュラゴンをゲームから除外。こいつはね、墓地送られるとなんか戻ってくる。よし、エンドフェイズ来た。ブラックマジシャンってさ、自分のさ、ギミックだけだと本当1妨害とかしかできないんですよ、基本的には。まあ、分もあれば2妨害、3妨害できるけど、ほぼ1妨害ですよ、基本的に魔導陣の。なんなら魔導陣もできないこともあるから。なので、これね、チェーンして、これ戻したらさ、これ、何ドローできなくなっちゃうなと思って、これ一回スルーしました、確か。場所が変わると、ドローも入んないなと思ったので、まあ、これ向こうにしても意味ないなと思ったので、これそのまんまにしまして、はい。で、あとはね、打点を作りに行くだけなんですよね、基本的に。で、ベースセットが存在してますんでね、無限に、打点なんか作れるというところで、でバルドレイクを、除外してマグラムートで、マグラムート効果でエンドフェイズサーチ&ザ・ビーステッド・ルベリオンの効果、特殊召喚効果発動して、楽園の、永続系のカードを置いて、獣を置いて、でさらにイリュージョン・オブ・カオスの効果を発動し、イリュージョン・オブ・カオスの効果によりマジシャンズ・ソウルズ魂を持ってきて自分を返して、そしてマジシャンズ・ソウルズの効果発動、このカードを墓地に送り、自分の持ちよりブラックマジシャンを特殊召喚、あらあらブラックマジシャン、我がデッキの最強のしもべブラックマジシャンでアタックいくぞ、これで終わりだぞカイバー、ブラックマジック。カイバー、なんかお前属性変わったんか、光属性だと思ったら炎属性ドラゴン使ってんな、どこ行った、ボイルアイズ。
さあ、絶望の高校と、なっておりまして、ブラックマジックは基本的に高校は結構厳しいんですけども、スモールワールドが発動されまして、でスモールワールドには春が、打つと決めてますので、ぶち込みました。したところ、相手なんかね、初動なかったらしくてね、止まりましたね。確かこれエンドフェイズ帰ってきてマジかってなって、まあ、ただこれ動かないってことは多分手札やつ結構多いと思うんですよね。まあ、モンスター召喚もしないってことね。できるのは同時に発動すると、で相手うらら打ちてました。でここで墓穴打っちゃうとこっちのうららが無効になっちゃうのと、あと相手動けないってことは多分相手初動なんですよ、これ以外に。だからまあその初動にうらら俺当てたいなと思ったので、開始のターンにね。なので、まあ、ここは確かにスルーした気がします。あと陣で何めくれてもなんかそんなに大した妨害にならないからですね。ブラックマジシャン出すあの魂とか持ってこれるかもしれないけど、まあ、ちょっとね、まあ、1妨害くらいしかないし、別にじゃあうららでいいやってなってじゃあうららでいいやってなって墓のスルーしました。で、相手これで初動全然、ね、なかったんだよね、お互いに。このスモールワールドは、まあ、残機なんですけど、で残機シグマが出てきましたと。で残シグ出てきちゃって、で1体でリングリボーされる。でこれでまあトラップカードケアされるんで、まあ、ブラックマジシャンのねあのトラップカードがケアされましたと。でリングリボーからのメインフェルスシールドでバトルフェルス入ってきました。でバトルしてきてバーンって殴られて、まあまあまあそんぐらいはいいですよと。でシグマ蘇生したところで相手リンク値伸びないので、まあシグマ蘇生なしということですね。で私これビーステッドサロニール君出てきたんで、爆発させまして、で相手のシグマを除外しますと。そしたら、わらしぶち切られまして、わらしはさすがに、ちょっと、一旦リングリボーも殴りてえしてっていうことで、墓穴打ちました。はい。で、墓穴打って、わらし無効にすると、サロニールが有効になるので、サロニールでぶん殴っていきますと。で、相手のね、癖がね、これ皆さん何だと思います？魔導陣の目の前に置いてくる癖カード。これね、絶対無限保有なんですよ。これ絶対無限保有なんですよ。もうほぼ 100% 無限保有だと思ってました。で、であるとするならば、ここで一応、アナコンダとか、あとその獣であのぶち壊すとかもあるんですけど、まあ、後でいいかなと思ったので、まあ、確かスルーしましたね。うらら召喚してアナコンダ行ってミラジェイドみたいなことできるんですけど、多分無限保有飛ばされるんで、そうすると。なんで、ちょっと2000円ライフ払って何もできないみたいな話になっちゃうんで、まあ、これ何もしないでエンドと。で、こうサロニールをね、コストにして、なんか送ったところで、特に何も、あ、今一応、フラクインが置けるぐらいか。フラクインが置けるぐらいだと思ったので、あんま大したことないなと思ったので、何もしなかった。で、新玉召喚して、先端持ってくる。で、これ多分ダランベルシアンしてくるって感じでしょうね。ダランベルシアンには分からせるカードがね、私の手札にありますので、さっき、墓穴で無効にされていないこのターンはね、でダランベルシアン効果オーバーユニット2個使う、でサーキラ持ってくるとかいう激気もムーブされるので、ウララをぶち込んでいくか。俺新イラストにするの忘れたんだよ、これ確か。ウララちゃんね、新イラストにするの忘れました、すいませんっていう感じ。はい。でエンドフェーズと、そうだね、2500超えられないから。はい。でイリュージョンオブカオス来ましたと。まあ、こっからは話早いわな。で、一旦まずバトルしますと。はい。バトリングフェーズ入って、で、このでダランベルシアン殴ります。で、楽園の獣か。楽園の獣で、無限抱擁を破壊します。はい、無限抱擁でした。まあ、これはね、誰でも分かると思うんだけど。で、これでサロニールの効果で、副楽園を、置いて、エンドフェーズに、もう一回副楽園置こうかな、みたいな、感じで考えてます。で、イリュージョンオブカオスの効果発動しまして、で、ここで、さすがに、ロットを持ってくると。で、イリュージョンカオス戻す。で、ロット効果、サルベーションを持ってくる。そうすると、まあ、陣が、有効になるって感じだね。はい。まあ、この辺のね、カードはもうほんと1枚とかでいいから、もうなんなら、エアの魂も1枚で今であるけど、まあ、そうするとサルベーションの効果が増えなかったりするからね。で、アルテミスに変換して、墓地にロットを送っといて、相手のターンで魔法トラップ発動すると、ロットが返ってくる状態にしておく。で、楽園の獣で副楽園を置く。これでね、だいぶ、いけるかなって感じだね。うん。獣あるし、副楽園で獣のサロニール帰ってきて、魔導陣あるんで、まあ。だいぶいけるかなって感じがしてきて、で、相手も結構これ困ってんだよな。やっぱね、ブラックマジシャンだけだとね、妨害力がめっちゃ弱いんですよ。ブルーアイズの時も言ったけど、メインギミックだけだと妨害がめちゃくちゃ弱いんで、なんかその妨害手段として優秀なカードを入れるしかなくて、サーキュラー来た、ついに引きやがった、あいつ。でだからまあやっぱりビーステッドとか、まあ、ディアベルスターっていうパワー系のパーツこれを入れてね、ブラックマジシャンのパワーを底上げしてあげる必要があるって感じだね。うん。
で、サーキュラーが一応なんか出てきたけど結局あと1体ねいないとダメなんだよね多分。で魔法トラップカードを発動することができたのでなんかロットが帰ってきました。でサイバーストックモンスターいるとめんどくさいなと思ったのでなんかそのアディオンとか出されるかもしれないしなので破壊して、おきまして、でロット回収してこれでモンスターが何もいなくなった状態。こうするとあのアディオンもサボトラも出てこないしやばいこと起きないかなと思ったので、はい、でこうしました。でエンドフェイズとさすがに勝った、さすがに勝ち。でドルデブルム、はい、サイバーストックモンスター、特に残機にはねベースセットがめちゃくちゃ強いんでね、はい、で黒の魔導陣発動して一応デッキトップ見て何の成果は一応ブラックマジャー何の成果も得られませんでしたのパターンがあまりにも多すぎてねマジで。で、ドルイド効果、除外するのは、相手のカードでいいかなと思ってなんか何しましたねこれ、改まか、改ま除外する。フクラクインの効果、光闇モンスターが除外された場合そいつをデッキに返してもらうんだろう。でフクラクインでトップに置いたディアベルサを回収すると、で、車上ディアベルサを魔導陣かぶってるんで魔導陣コストにして、これ永続魔法トラップが多いからねディアベレスターのコストもめっちゃ確保できるんだよねこのデッキ、すげえ相性いい。でシルビアセットしてバトルフェイズでぶん殴るぶん殴るぶん殴る、えリュウさんブラックマジャー大丈夫、エール魂の効果発動、あらあらブラックマジシャンふぅー、さあいくぜくらえブラックマジック、そうかっこよくない？やっぱさブラックマジシャンのさこの最終演出も神だよな。さあ、地獄を皆さんに、お見舞いしていきたいと思います。 B セット2枚あるからさこれなんとかなると思うじゃん普通だったら。禁止令とかいう激キモカード発動されました、ええってなるよねえってなる。俺さニビルとドロール持ってて禁止令2枚発動されてニビルとドロールって言われたことあるんでねその時はさすがに相手の反何 ピーピングを疑ったよ。チート行為通報したわ嘘。岩投資をカカシに変換して食いまして、でこのデッキのねやばいところ1個ねお伝えします。相手のこれねビーステッド打つタイミング全然ないんだよね展開がさ、まあ、若牛は一応闇なんだけど、まあ、こいつほぼ墓地行かないからなんかその闇属性光属性が墓地で溜まることがなくて、そのいやこれマグライムートとバルドリックあるやん完璧や神って思ってたら全然なんか何打つタイミングないっていう。でさなんかさ分からんけどさこれ禁止令貼ってくるデッキもうほんとゴミなんだよね基本的に。でさまあ何が起きるかっていう、まあ、クソ制圧系のデッキだったらなんかシンクロ召喚とかするときになんかその墓地触るかなとか思ってたんだけどなんかねちゃうんよね。あまあお察しって感じなんだけど、若牛と岩投資とアクセルシンクロスターラストの効果、ここからは超重武者デッキの一応解説になっちゃうんだけど、ガイアブースター持ってきてこれを超重武者に装備して出てくるやんみたいなやつね。でバイクが、蘇ってきてバイクとアクセルスターダストでフレルとバロネスが出てくる。で仲裁の効果でカカシに装備してこれリリースするとデッキから超寿武者出せるよみたいな効果あるんでこれでおちんちんビンビンが出てきて、で超寿武者おちんちんビンビンさんの効果によって自分の持ちの岩投資が特殊召喚される。でガイアブースターを装備してガイアブースターが前に出てくるという効果ですねこれ、はい、装備解除して出てくるみたいな効果。ほんでまあね、こっからがねもう本当にああそういうことでってなったんだけど、まあ、ギャラクシーフォトンドラゴン、まあ、これを見た瞬間にあのクソデッカーだと察するんですよ。あはい、ギャラクシークイーンズライト、これフィールド上のモンスターのなんかレベルをねなんか全部合わせるみたいな効果なんだけど、前回のベスペネイト機械族にしてみましてですね彼ね。で2体でバレスティッキングシューター、それマンティキが新規来て OCG の方なんかめちゃくちゃ強くなったらしいね。で一応なんか相手光属性モンスター墓地行ったのでマグナムート撃とうってなって、でマグナムート撃ちました。まあ、これなんか普通に止められませんでした、舐められてますバルネスの無効効果一応使えるんですけど、マグナムートの効果もうどうでもいいやと思ってるんでしょうね相手も。なんでかっていうと多分ねこれ殺されるからですね僕がおそらく殺され羽股とか羽股
羽をたくれで隠密サーチしてきて、でバレスティックシューターからのアンティキアボックスですね、サーチでマグナムートのサーチが入ります。でこれもガンスルーされまして、ああ、そうか、うらら撃たれたんだ、そうだ、決めえよな、マジで本当全てを持たざる、あ、持つものって感じで、アンティキアボックスの効果で、手札に加わった場合になんか攻守どっちか500みたいな、あのモンスターサーチいけるんですけど、機械族ので、これ同心同鎮、ケミストリーですね、ケミストリー、はい、を持ってこられまして、で隠密特殊からの、あ、隠密はマホトラップがないとなんか適当に出せるっていう効果なんですけど、でアウロラドンバーン出てきて、はい、これよね。でこれ3枚ポンポンポンするっしょ。ほんでラドンの効果で幻獣鬼モンスターリクルートしてきます。でね、これね、皆さんね、もうお気づきかもしれませんが、これ一回僕動画にしたことあるんだよな。ほんで、あのペンデラムスケール、あの揃ってるんで、ここからペンデラム召喚入るんですよね。いかれとるやろ。で、同心の効果、機械族地属性モンスターを特殊召喚、バイク、バイク効果、レベルを上げる、レベル2個上げる、で、バイクがチューナー、レベル3のトークンに、レベル4のチューナーが、シンクロ召喚でチューニングされて、デイデイペイ、はい、デイデイペイ、やましょ。でライテンの効果、これ一旦2度の制限ないんだけど、あの若牛が捨てられてましたので、もう一回バルドレイク出てきますっていう話して、これでバルドレイクでエクストラから出てきたモンスター除外してやるぜの構えしたんだけどさ、これさ、もうさ、相手エクストラからモンスター出さないよ、出さないんだよね。ああ、なんかもうトークン出るだけなんだよね。ビンステッドガンスルーされてさ、これバロネスの効果もはや使う必要もねえみたいな相手。ほんでギャラクシークイーンズライトのレベル43になりました。あ、やめろー、そんなことしちゃいけない。ビンステッドミニモスならんのやろか。